はい、皆さん、こんにちは。今日も明日も明後日も実践、あるのみ実践系英語 YouTuber の坂上社長です。今日も元気よくトイックパート5対策の問題やってまいりましょう。今回扱う問題はこちらの問題です。まず最初の問題は torture です。この torture というのは拷問という名詞であったりとか、何々を拷問にかけるという他動詞があるんですね。この場合は動詞で使われてまして、何々を拷問にかけるという意味なんですが、まあ、ペットに対して使われているので、この場合はそんな大げさな意味じゃなくて、虐待するぐらいの意味で使われているんですね。そんな風に虐待するという場合は、普通は abuse という単語があります。この abuse という動詞は虐待するという意味なんですね。そして名詞形は綴りは同じなんですけども、読みが abuse となりまして、最後の数が濁らないんですね。動詞の場合は abuse、 そして名詞の場合は abuse となります。 abuse は虐待、そして abuse は何々を虐待するということなんですね。はい、ということで一緒に覚えておきましょう。次の単語は abandon です。この abandon というのは他動詞で、何々を見捨てるという意味なんですね。何々を置き去りにするなんて意味もあります。まあ捨て犬とかね、捨て猫みたいなのありますけども、そういう時に abandon という言葉がぴったり合うんですね。はい、ということで abandon なんですけども、よく似た意味の単語でもう一つ desert というのもあります。これも見捨てるという意味で使うんですね。綴りは desert、 砂漠という名詞と同じなんですけども、動詞として使われた場合は desert という発音になりまして、何々を見捨てるという意味になるんですね。はい、ということで abandon と desert 一緒に覚えておきましょう。はい、それではこの問題、今日と一番わかりやすく解説を加えてまいるコーナーです。 Millions of pets are tortured, abandoned or placed in a shelter cool and year とこうなってます。はい、じゃあ構文見ていきましょうか。ちょうどこれ前置詞名詞 of pets というのと、前置詞名詞 in a shelter というのが出てきてますから、ちょっと前置詞名詞をね、ここ説明しておきますね。基本的には前置詞足す名詞は一塊でしたよね。そして基本的には前にかかります、必ずと言っていいぐらい。ただ文頭に入ってきた前置詞名詞は前がもうないですから後ろにかかりますけど、基本的に前置詞名詞は一セットにして直前にかかることがほとんど、時々ちょっと離れた前にかかる時ももちろんありますけどね。まあそんなイメージを持っておいてください。ただちょっと例外がありまして、a kind of、一種の何々とかね。こんな風に何百万もの何々という場合は、ちょっとこれ前から後ろにかかる感じ、日本語で考えた場合はなっちゃいます。はい。だからこの場合はちょっとね、何百万ものペットがという感じで、ミリオンズオブが後ろのペットにかかってる感じのイメージを持っておいてください。まあ本来はペットの何百万がということなんですけどね。英語で考えたときはね。まあ日本語に合わせるとこんな感じということです。何百万匹ものペットが。はい。じゃあ次。are tortured, abandoned, or placed in a shelter の部分なんですが、これ全部が V になってまして、この or が何と何と何をつないでるかちょっと考えてみましょうと。この or の後ろ、過去分詞ですよね。だから過去分詞前で見ると、はい、ありました、 abandoned。 ただしもう一個さらに前を見たら tortured もありますから、こういうことです。この3つがつながってるんですね。で、まさかシェルター、収容所の中で虐待されたりはしないし、収容所の中で見捨てられたりはされないので、この placed in a shelter はこの placed だけの話です。収容所に入れられるというので一塊、そして見捨てられるというので一塊、虐待されるというのは一塊です。はい、ということでこの B 動詞は tortured ともつながって、 abandoned ともつながって、 placed ともつながっている受け身ということになります。はい、そして空欄イヤーで時を表す就職語ということですね。はい、じゃあ考えていきましょう。ここイヤーの前に入れて意味が通じるのはこのもう each year だけなんですね。これで every year と一緒です。毎年ということです。毎年何百万匹ものペットが虐待され、捨てられ、あるいは
収容所に入れられるのだということなんですね。はい、ということで、every year とおなじみの each year ということで、答えは D ということになりました。あとちょっとじゃあ復習しておきましょうか。millions of、 何千匹ものであれば、ここは thousands ですよね。はい、そして何十億匹ものだったら、そんな多かったら困るけど、billions of ですよね。で、何兆匹もそんな多かったらさらに困るけど、はい、trillions でしたね。はい、ということで、thousands of 何々、millions of 何々、billions of 何々、trillions of 何々で、全部数字は3桁ずつ増えていくんでしたよね。千、100万、10億、1兆という順番でした。はい、これもね、復習の意味を込めて覚えるようにしましょう。はい、あとは大丈夫ですかね。はい、ということで答えは each year で D でした。はい、それでは知識を定着させる音読のコーナーです。 Millions of pets are tortured, abandoned, or placed in a shelter each year。 これ一気にいけちゃいますね。はい、ということで前から意味確認。何百匹ものペットが虐待され、捨てられ、収容所に入れられる毎年ということですね。この順番で理解できたらもうあなたはネイティブ。それでは音読スタート。Millions of pets are tortured, abandoned, or placed in a shelter each year. Millions of pets are tortured, abandoned, or placed in a shelter each year. Millions of pets are tortured, abandoned, or placed in a shelter each year. Millions of pets are tortured, abandoned, or placed in a shelter each year. Millions of pets are tortured, abandoned, or placed in a shelter each year. Millions of pets are tortured, abandoned, or placed in a shelter each year. Millions of pets are tortured, abandoned, or placed in a shelter each year. Millions of pets are tortured, abandoned, or placed in a shelter each year. Good job!